それではここでモーパ副会長で日本製鋼所 M&E 株式会社代表取締役の工藤秀直より閉会のご挨拶を申し上げます。ただいまご紹介に預かりました、室蘭洋上風力推進協議会、モーパの副会長を仰せつかっております工藤でございます。大変僭越でございますが、室蘭洋上風力フォーラム2022閉会にあたりまして、ご挨拶申し上げます。まずは、本日、オミクロン株によるですね、コロナ感染拡大する中、ご講演いただいた皆様方、そして、パネルディスカッションに参加いただきました皆様方におかれましてはですね、本当に、日本国でも本当著名な方々ばかりでございまして、お忙しい中ですね、本当にこの室蘭の地まで、本来は、今回はですねリモートも用意したんですけども、実際この室蘭の地にですね足を運んでいただいて、熱い議論にご参加いただいたことに対しまして、まずは主催者を代表いたしまして、お礼申し上げます。ありがとうございました。また、この夜遅くまでですね、室蘭市民の皆様、そして、地域関連の皆様、それから徳永先生はじめ、各政治家の皆様方も含めましてですね、熱き、議論の中をご聴講いただきまして本当にありがとうございました。コロナ感染がですねこの2年余り続いておりまして、なかなか活動も昔のようにですね活発にできないという中でございますが、実は世界の動きというのはですね間違いなく、ポストコロナウィズコロナを見据えてですね活発に動き始めているというのは私の実感でございます。そういった中ですねこの2年間余りで今日のフォーラムの中でもいろいろお話出てきましたけど、確実に世界の流れは変わったというふうに思っています。それはですね間違いなく持続可能な社会の実現に向けて大きく舵を切って動き始めたということです。でこの大きな流れっていうのはもう止めることはできないだろうと思っています。で一方で、それらに基づいてですね例えば ESG ですとかそういうところが打ち立てられて、そこからの各要求に応えながらですね、その各課題をどうやって解決していくかということが求められていきます。特に最近では環境問題が大きく取り沙汰されてますけども、そういった中で今日も加藤さんからお話ありましたようにですねエネルギーを変えていくということは非常に重要な位置づけになっています。いわゆるカーボンニュートラルですとか脱炭素社会の実現ですとかと言われますが、これはですね世界中の誰しもが負った課題でございます。したがって、これらを解決していかなきゃいけないという中でですね今日もいっぱいお話ありましたけど、やっぱり改めて再生可能エネルギーの重大さ重要さっていうんですかね、認識した上でどうやってそれを加速していくかというのが全世界中で議論されて進められているというところです。で日本におきましては今日も話ありましたですけども、やっぱり洋上風力っていうのはまだまだ進んでません。したがって、この再生可能エネルギーを進めていく上ではですねこの洋上風力をいかに進めていくかと、先ほども2040年40ギガワットというお話が出ていましたけれども、そこをいかに到達していくかということが大事であります。特に北日本エリアはですねポテンシャルが高いですから、各建設計画もたくさんあるということで、今日も話たくさん出てきましたが、室蘭港もしくはその周辺エリアの持っているポテンシャルがですね改めて脚光を浴びているということでございます。今日冒頭青山市長からもですねお話ありましたようにですね、室蘭は今年、開港150年、それから市政施工50年という節目にあたる年です。この機を逃さずですね次の時代の新たなニーズに応えていくということが大事なんじゃないかなと思ってます。で今日も、上村理事長がですね熱き議論をしましたですけども、その中で、洋上風力事業に関わる多くの事業をですねこの地に根付かすような活動に結びつけていって、そして発電事業、そしてそれから水素というような形でつながっていくと、室蘭は世界のどの地域も先駆けてですね将来のエネルギーを司る未来都市っていうんですかね、モデル地区っていうんですかね、そういう形で実現できればですね全世界中から室蘭ってどこだいと言ってみたいなというふうになっていただけるような形でですね、活動を展開できればと思っています。今後もですね、モーパを中心としまして、室蘭市民の皆様、それから近隣の関連の皆様方ともですね、
ぜひ、活発にそして前向きな議論をしてまいりたいと思いますので、引き続きの、ご理解とご支援を賜ればと思いますので、どうかよろしくお願いします。最後になりますけれども、本日ですね、本当に、このコロナ禍の中ですね、お集まりいただきました皆様方に、心から感謝申し上げまして、私からの挨拶に返させていただきます。本日はどうもありがとうございました。工藤よりご挨拶申し上げました。